어떠신 건가요? ちょっと体験を言うとですね、一つ、宝石のセールスマンやってた人たち、あの時、今からもう40年ぐらい前だけど、ものすごい収入あったんです。一人で、下手したら月に100万ぐらい当時のお金ですよ。 で、レストランを持つために宝石をやってた。で、その時にこのままやったら大金持ちになるなと。でもレストランを持つために宝石やってた。だから私は相当考えました。でも結論的にですね、まあ宝石だけじゃなく動産とかあるんですから、何十万単位切り捨てられちゃう。でも レストランだったら1円単位を大事にしなきゃいけないと。あ、そうかと。より大物になるためには1円を大切にするような人間になろうと。じゃあもうそれで宝石をやめてレストランを持った。自分が後悔しないでください。まずそれが一つですね。そして今度はレストランを手放すという。レストランを70店舗まで持ちました。その時に立ち食いステーキっていうのを考えて、 大フィーバー起こしました。16通のお店で1日1200人ぐらい来ました。もう信じられないこと。これはすげえなと。これはこの場所だけじゃなくてどこに出しても大繁盛するなと思って買った後、なんかもうマスコミや教育テレビ以外は全部来ました。雑誌も新聞も読売新聞も1面にこれぐらい多くなりました。 飛行機が落ちたと同じぐらい。その時に勝ったと思ったんだけど、もう一歩の声が聞こえた。やめようと。もうやめようと。変わってるでしょ。なぜならば、勝ったと思うのは、もう、店を出す前に、もう、俺は、これはあとシステム化してやればいいんだけど。だからそれでビジネスの面では勝ったと思った。あの時。でも人生の面では違うと。 人生の面では、私の、この診断開発届を受けて、医者が絶対治せないような、統合失調症、親父をぶっ殺してやるとか、いう人が、お父さんを、お母さんありがとうって泣いてる。そういうのいっぱい起こしてくる。これは誰もできないな。人生は一発勝負だから。レストランをどんだけいっぱい作っても、例えばマクドナルドが何万店舗あろうが、みんな明日、 全店閉めたって、ほとんど誰も困らないと。だからそっちじゃないと。俺の人生は。だから、ビジネスの成功と人生の成功は違うの。人生、命の成功です。自分のたった一回の人生。同じ時間を使うと。何に金を使うか、時間とお金を使うか。何に生かす、何のためにやるか。 私は人類が求められてるもんだと捉えてます。私の願望とか、アンパの実現と、人類が求めてるもん。絶対そちらの大きいことでしょ。私がお店を何百店舗も持ったもん。私の代わりにやられて、お店を上場させた人もいましたけど。でも私はこれでも全然悔いはないし、自分の本当にやるべき使命、天命を、 やってると思います。まあそういう意味で、仕事の観点で捉えるのと人生の観点で捉えるのは違ってくる。よくお金がなくなって、会社が倒産して自殺する人がいる。あれは仕事の中に人生を入れちゃうっていうか。人生の中に仕事を入れたら、むしろその失敗した方がいい場合がある。そのことによって、その痛みによって気づくことがあるし。それが、そのままノウハウにもなるし。 いろんな、その中に教えが入ってるわけ。ってことは、その失敗も成功じゃないかってことになる。まあ、そういうふうに、そういう人生単位で捉えたらいいと。そうすると、ね、もう決まってるものあるんです。私は全員、最初から天才だと思って。みんな天才だと。秀才というのは人と比べて優れている才能。 私が言う天才はね、もうすでにあなたと同じ顔の人がいないし、同じ両親の人がいない、同じ個性の人がいない。ってことは、
全員が天才だというのは私の信念。一人の頃、天が与えた才能を持ってる。それを発見する。横の人を見てもわからないんです。全然違うかもしれない。それだけはね、台無しにしちゃうかもしれない。自分の人生は。だから、世界で一人しかない、あなたの本当に、死の瞬間に、未来なんかそこから考えた。死の瞬間に、 私の人生は最高だった。ね、人生を逆さまに見て、そう思うように見て。私の人生は最高だった。なんていい人生だったんだろう。やるべきことは全てやった。さよならってする。そして愛する人に惜しまれ、やるべきことは全てやり抜いて。ということを、そう言えるの、今言えるように、間違いなく死ぬ時を後悔しないなってものを発見したら、もう最高です。 もう迷いなくそこに突き進めよう。それ以外のことは全部得なくてもいいので、一番大事なことを全部実現してるっていうのは、まあそういうことです。時間になりました。まあそういうことで、これはありがとうございました。